スザクとは、中国の伝説上の神獣で、詩人、五珠の一つ。福建省では、赤虎に置き換わっている。スザクは南方を守護する神獣とされる。中国の星座である二十八宿の神の一、先進や道教を賜る、朝生の神、五行碑の象徴、天音の四霊の一、翼を広げた法王様の鳥形で表される。手赤であり、五行説では、 南方の色とされる。中国古代須作法を、同一起源とする説や、同一視されることもあり、類似が指摘されることもあり、間違われることもある。あくまで神格のある鳥であり、信仰の対象ではあるが、いわゆる悪魔や唯一神、列神の類ではないことが、最大の特徴である。俳句において、夏の季語である、炎を門、石底と同義であり、 陰陽古行説では日であり、夏の象徴である。春、秋、冬の場合はそれぞれ、晴定、白御門、限定と色に相応する名前があるが、夏の場合は、炎御門しか普及していない。なお、夏のことを、主夏とも言う。須ザは、私、年号として、自社の演起や、地方の知識等に参見される。私年号は一年号とも呼ばれ。 日本初期に現れない年号を言う。通説では、天武天皇が定めた言語である、首長の別称美称とされる。8世紀の終わりに成立した、俗日本期の人気が安年冬10月の上には、白宝より以来、須作以前、年代減演にして、尋問命名がたし、という記述が見られる。中国の星座である28宿は、詩人の名によって7宿ずつ4つにまとめられ、 それぞれが、詩人の姿をかたどるとされる。そのうちの一つ、た朱弱に属する七宿のうち、中央の、静宿は、西洋星座の海辺座の心臓部にあたり、その中心は、海辺座の最高星海辺座アルファ星である。孤独なものを意味する名を持つ、この二等星は、明るい星の少ない中にあって目立つ星であり、星という宿名からもわかるように、中国の天文家にも、 最も古くから知られてきた星の一つであった。このオレンジ色の星が、雷鳥など灰色が、大々色系の胸を持つ鳥と共に、スザクという随鳥のイメージの成立に、何らかの形で関与している、可能性もある。なお、同じ南方スザクの翼宿は、スザクの翼である。ありがとうございます。